皆さんこんにちは。こうちゃんと森有です。逆だろ。森有でしょ、あなた。うん、いいよ、最近こうちゃんとだった知ってるから。寒いね。寒いの。暖房してても寒いの。ねえ、ちょっとね、寒いよ、ね。すごい手ほら。わかるかな。冷たいんよ、ほら。マジで寒くて、これあったかいから今すごい被ってる。こうちゃんもね、膝掛けしてる。なんか、貧乏ない。なんか、まあな、仕送りをな、なんか思った今、仕送りもしてもらってとか、貧乏なんですよね。なんかね、なんか今私思ったわ。全然普通なんですけど。全然な。なんでこんな寒いんだろうな。絶対暖房壊れてんだよ。あんまり効いてないんだろう。掃除しないといけないのかな。ちょっと掃除するよ、今度。掃除、あ、フィルターかな。フィルターじゃないかな。ずっとしてないから。それでなんかうちのマムから電話が来て、うんうん、あんた寒くないのって言われて、うん、唐突って思って。でマム見てるかもしれないが、あんまなんか言えないんだけど怖くて。いや俺が一番怖いからね。マムさ、うん、これとこれって2人でしのいだから、やっぱ貧乏みたいな。なんかやめよう。掛け布団と私毛布っていうの履き違えてて、うん、毛布がもう一枚来ちゃったんだよね。そうだよね。そうね、なんか毛布来ちゃったね。おばあちゃんがあの掛け布団を買いなさいと。なんかやっぱ貧乏みたいだよ。なんかどんどんいっぱいいろんな人出てくるけど、ね、なんかやだ、自分で買えないみたいじゃん。仕送りしてもらうわ。おばあちゃん出てくる、マム出てくる。そう、なんかね、まあ、とりあえずファミリーがねすごく心配してて、寒さ対策を。で掛け布団買えって言われたんだけど、私間違えて毛布買っちゃって、アマゾンで。だから段ボールがこんぐらいだったので、あれちっちゃいんだ掛け布団って、コンパクトなんだなって思ったら毛布だったの。だから、まあ、気持ちいいけどね。毛布なんだ。そう、これモフモフしてる。あの、ね、Amazon でレビューナンバーワンだったから買ったの、無難に。そしたらこれだった。あ、これを毛布かと。で、私が求めていたそのものは掛け布団っていうやつだったんだ。だからもうこれもう汚いからさ、これ捨てちゃってさ、新しいの買えばいいからさ、そこまで暑さ、逆に寒さ対策したところでもうすぐ春が来ちゃうよ。だから俺こんだけでいいんじゃないって言ってる。え、だからもう買ってないじゃん。ね、今下に引いてるやつもあるんだけど、なんかあのうちの犬が一人でなんかこう優雅にこうあの温まってんのよ。あの自分の部屋みたいになってる。マムの部屋が今10畳ぐらいあるんだけど、マムの部屋に一人で住んでんの、犬が。そう、ちょっとワンワンやって。で、どういうこと。ワン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 やって。見えないって何。ワンワン。なんでさ、定位置でちゃんとさ見えるように収めたりボサボサにするのかな。メカ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 バン。ちょうだいちょうだいちょうだいしてちょうだい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 。あいた。ミク助けて、ミク助けて、助けて、ミク死んじゃうよ。ミク助けて助けて、ミク助けて助けて、ミク、ミク助けて、ミク助けて、ミク助けて、ミクって感じ。そんな感じです。で、舐めに行ったりとかして、ね、で、そのミュウがマムの部屋のでっかいその住所の、しかも45インチぐらいのでっかいテレビがある、要はリビングみたいな部屋がマムの部屋になってんだけど、マムが逆にリビングで寝てるの、今もう寒いからっつって。なんだけど、そこでミュウくんがそのこれを敷いて一人で寝てんの。2階上がってって一人で、で、なんかこうやってやって、で、私がこうやって見に行ったら、もう何見てんのお前みたいな顔されて、で、そのミュウ君が下に行くようになったの最近。で、そのなぜ下に行くかって、もう一個新しいものができたらしく、それでマムから電話があって、その寒さ対策どうしてんだって言われた時に、一緒にもう一個買ってやるって。5万くらいするんだって。え、そんなするん普段は、うん、でも、なんかセールを、今のこの日だけセールの日みたいなのがあって、うん、タイムセールじゃないけど、価格ドットコムみたいなやつ。じゃあ、あのね、ショップチャンネルですね。ショップチャンネル、すごく大好きなんです、マム。なるほど。マム着てるやつは全部ドットコショップチャンネル。ショップチャンネル、喧嘩売ってんの、ショップチャンネルに。違うよ、こっちから出よ。こっちから、こっちから。
危ないんだよ。だから開け方が目立つでしょ。本当に大型なんて。てってるでってってってるでってってパネルセラミックヒーターで、なんかなぜかお前も赤にするかって言われたけど、いや私ピンク基調としてる部屋に赤なんか的な色を置きたくないって言って白、僕は白を基調としてる部屋だったんですけどね。あ、だから何よ。もうね、後ろがピンクいやカーテンがないんだよ、後ろにいる、ね、いやみんなに聞いたよ、聞いて聞いて。だってなんで私外国人のファミリーにさ裸見られなきゃいけないのさ。でおうって言われたんだよ。よっぽど見にくかったんだろうにさ、申し訳ないったらやらしないさ。だからピンクとか関係ないんですよ。てか実家と同じカーテン買ったから。でってれでってでってれでってってパネルセラミックヒーター。人感センサー自動でオンオフ、室温センサー設定温度に合わせて自動運転。だからさ読めば読むほど高そう。待って、ここに毛がついてる。温度設定30度までか。チャイルドロック、キッズだね、キッズ。あ、危ないってことでしょ、チャイルドロックって。あ、重いのね。オフタイマー1時間から。おタイマーついてる、やっぱ高いね。リモコンつけ、おタッチセンサー、めっちゃいいの買ってくれたじゃん、マメ。え、あれなんじゃない、クリスマスプレゼントなんじゃないのこれ、もしかしたら。ありがたいっす。え、そんな感じだよね、タイミング的に。そうだよね、きっと、うんね。あ、そういうこと、何も言わないんだもん、だってほら気づけばもう12分。え、意外とコンパクト。てかテレビみたいだよ ね。すげえ、なんか新しいテレビ来たみたい。なに、発泡シール嫌いなんだ。てててててててあーてててて終わっちゃったけど、いっか。てて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 てあーうるせー、うるせーよ。私これ割るの好きなんだ。これをさ、こうあのててててててほらてててほら割るのが好きだって。行きますよ、こっちに行きますよ。すごい発泡シチュー大好きだ。またいるよ、ほら、いるいるいる。あー無理ルー無理ー。これ音フェチある、ここでやんなくていいんだよ、ね、テレビだ。お、あ、お、ちょっと大きめ。あ、あ、分からなかった、落ちちゃった。あ飛んじゃったから、お前掃除するの俺なんだよ。見て、汚くなっちゃった。すげえ楽しいな、私こん時だけストレス発散できるの。なんかさ、じゃあ効果音つけてみて。ワンチャンだよ、ワンチャン、一回しかないから。効果音、うん、せーの、寒い。あ、なんて言われるんだよよ、せーの。喉乾いた。どうしたの。喉乾いた。信じらん。見てよ、私の恨みつらみネタに。10、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 
ビみたい。なんか YouTube だね、マークが。ブン。いや、ブンじゃねえよ。でもね、これね、触ってもあったかくないの、やけどしないの。この間、こう触って、あのさ、人間ってさ、しかもここも熱くならないかな。熱いわ。いや、熱いでしょ、普通に。いや、何やってんの。熱いものに触れたら熱いでしょ。え、だからこの間、そう思うじゃん、人間って。だからこれも、熱い風が出てるから、ここ触ったら熱いんだろうなって、ストーブみたいに。だから、必然的にここ当たった時、あっちって言ったんだけど、冷たかったの。7、8、28度にしましょうか。ねえ、何不良品だって、こここういうのじゃないじゃんね、人感センサーとかじゃないじゃん。今ポツンって普通にあのテレビの なんてバッテリーっていうか、根元から引っこ抜かれたみたいな落ち方したよ今。大丈夫これ、自動でオンオフ。マムマム、自動でオンオフって書いてるよ。自動じゃないじゃん、だってまずチャイルドロックしよう。怖い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 。やつ泣き虫だけど寂しくて泣いてなくない。なんさ、泣いてほしいの寂しくて泣けよ、泣けそこは泣けよ、そこは泣こうよ。そうか、まあいいけど、
いいの？うん、メス。子じゃ泣くのね、寂しくてね。泣く、ウサギだもん。尻尾抜かれればいいのに。今想像したら可愛かった。ふんってやってさ、やって、って尻尾が、へーってやるのが可愛い。本当迷いそう。なんかウサギいるのあそこに今、あそこ置いてあるの知ってる？そう、あれ置いてあるんだけど、あの尻尾が可愛いんだけど、こんなちっちゃいの。だからそれがコウちゃんに今くっついてて、へーってやるイメージ。本当迷いそう。意地悪。意地悪じゃない、私モコモコしたものがすごい好きなんだから、マリモとか。とか言って俺の尻尾取るの？いいじゃん、あの尻尾がほらついてると思ったら。やだよお前。だってこうやってさ、耳生やしてさ、耳生やしてみて。いや、ファッションモンスターになっちゃったらダメだ。ただモンスターダメだ、違う違う違う、こっちやめなさいよ。なっちゃうしょ、だからこうなっちゃってさ、これやってるけどさ、なんかなんか若干似てきてるから腹立つって言われる。あざといな、お前の今の顔。これあざといわ、ほんと。ファッション、あ、言ってダメよ。ダメダメダメよ。なんで叩いたの？ダメよ、それこそ。あ、ママ怒った今。ママごめん。もう2人でいるときは2人だけの空間がいいの、エレベーターでも。すごいさ、束縛器よね。いいよ、そこまで。いや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 、今ちょっと待ってって、多分だってみんな。何ちょっと。いや、多分ね、ちょっと待ってだって、絶対。だって2人でいるときは、なるべく2人の空間でって、エレベーターぐらいはさ、ってなるやん。何がエレベーターやからこそやろ。何をしたいんだ、エレベーターで逆に。なんでエレベーターだろ。何をしたいのよ、駅のエレベーターよ、そんな、ふーって上がるだけなのに。ダメなのとかじゃなくて、そんな、いや、なんかさ、こうちゃんさ、自分がさ、束縛するのさ、気づいてないんだよ。うるせえな。それか九州男児から認めたくないのか。なんだよ、九州男児は誰すんだ。違う違う違う、あの男の子のプライド的な。頭部持ちながら言う、考えちょっとね、顎に乗せやすくて。乗せやすいし、うん、この間の事故動画やったな。ねえ、ほんとやめて。しかも上がってない足、ほんとにやだ。もっと上げろ。ほんとに私と、もうね、いつもサムネ撮るときって、例えばね、今じゃあ終わりましたと、じゃあバイバーイってやるじゃん、今これ終わって、はい、終わった、はい、撮るよって言って、撮るよ、はい、撮るよ。あれ、なんなんだよ。ここに反応されてもすごく困るんだけど、とかさ、こうやってやるんですよ。で、こうやってやって、すげえシュールでしょ？すげえシュールだと思うんだよ。すげえ面白くねえし、シュールだし、見てるこっちがすごい、なんかもう、モキモキするよ、なんか。30秒ぐらいで戦したよな。そうよ。だってもう、だって分かんないんだもん、ポジションが。だからこうやってやったりとか、こうやってやったりとか、なんかやるんよ。そう。でも、かといって、それをずっと俺そこら辺で見てくる。かといって、なんか、なんていうの、もらったものとかじゃないから、なんかさ、お仕事みたいに見えちゃうのも嫌だなと思って、商品の画像を出したくなくて、出してなかったのに、全部だだ流して、なんかもうこう、なんかもう全部、もうね、もう情けない、投球に対処いたします。対処してください。マジで消そうと思ったんですよ。そしたらもうね、1000人ぐらいの方、1000回再生ぐらいされてて、もう逆に申し訳なくて消せなかった。アリス消したやんってなるじゃん、もう。丸の内のど真ん中で、もう確認して出したんだよ。なのになぜかそこだけが、なぜかカットされてなくて、だからもういつものこの登録ボタンとかっていうのも押せやしない。てか、もうね、パニックよ。ってずっとしてる。もう、あ、ダメだ、終わったっつってずっと言って、で、こうちゃんに相談したら、ええやない？そのまんまで、みたいな。と一言だからなって思ったけど、だってさ、考えてみ、なんでさ、太い足をさ、さらすのをさ、こう嫌だから、ちょっとの尺でしか私出してないのに、最後のとこですっげえ尺使って、そう、
すげえ頑張ってたよお前。いやもう頑張ってるよサムネ。だから頑張ってるからこそそのシュールなとこ嫌なのよ。なんか努力を見られたくないのよ私あんまり。なんて分かる？分かる。見えないと。ロッキーみたいな人になりたいの。見えないところ掃除してて気づいてもらうとか、なんかこう見てる時に掃除をしたくないのよ。なんかこう頑張ってるよっていうのをあんま 見られたくない。っていうかもう静かにやっていたいとか筋トレとかもね。であれなんか痩せたねみたいなこと言われて、いややってたからねって中で思いながらでも言わないっていう、なんかねストイックなんですよね自分が。だからこそのこの30秒、本当にもう私4年 YouTube やってるけど初めてこんな失態したの。本当に申し訳ない。謝罪します。そこ、yes.ちょっとそっとけばよかった。あんなにもうあーってなるんだったら写真1枚かって思ったら、その写真1枚大変なのにね、はあ、うちら あのラブログの、ね、サムネはね逆に撮ってないよね。いつもなんかいつもはスクショなの。ただスクショ。そう本当にだからもうこんな時とかでも こんな時とかなんかすごい時あるよね、うん、なんかもうこんな時とかあるけど、ちゃんとやっぱり私だけの時のはちゃんとしなきゃと思って、まさかこんなの出せないじゃん。まあ、出したことあるよ。出したことこうやって出したことあるんだけど、はい、ということでなんか容量がないのでさらばです。ブン。はい、じゃあ、まあ、一応ねこちらの紹介でした。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございました。使います。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録してね。マキチャンネル登録してね。じゃあマジで容量がない。